ヒーロー3。はっ！おう！よ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 っ！よう！四代目の遺産は待ってはくれない。妙な気配がすると思えば、まさかお前らが侵入しているとはね。ウチハイタチ、星が聞きさめ、畑カカシ、お前たち一体何の目的でここに来た。俺の邪魔をしないでください。あなたを倒したくない。そういうわけにもいかなくてね。腕ずくでも聞かせてもらう。戦闘開始。くらえ！じゃあ帰った。そこだ。悪いが一瞬で終わらせてもらうぞ。かあ！ふっ！やっとっ！ふっ！俺もこのままじゃな。くらえ！やりますね。お前たちの目的はナルトだな。なぜそのことを。お前らが属している組織は確か暁。イタチさん、この方をこのままにしておくわけには。ああ、カカシさんは連れて行く。させん。ここからはこの木の葉の気高き青い猛獣マイトガイが相手になる。なんて格好だ。珍獣の間違いでは。あの人を甘く見る。行くぞ。戦闘開始。青春してるな。に差をつけろ。見せてやるよ。俺の熱きパワー。このゴーホーライラか。うわ。よよよよ。
な。なるほど、これは楽しめそうですね。ここは引くぞ、貴様。俺たちは戦争しに来たわけだ。せっかくごづいてきたと、しょうがないですね。よっ！近いたち、あんただけは絶対に許さない！一緒に来てもなんだってばよ、こいつら。こんなお子さんに忠義がね。イタチさん、ちょろちょろされる前に少々痛めつけておいた方が。久しぶりだな、サスケ。あなたによ。一体何者です？俺の弟だ。たち、あんたを倒すためだけに俺は生きてきた！お前には憎しみが足りない。サスケ！さて、それでは九尾のお子様を。そこまでだの。エロ仙人！お前らの相手はこのわしがしてやる。伝説の三人ですか。うずきますね。よ！戦闘開始。岩ガマの餌になれ！民法ガマ口縛り！お前はもうわしの腹の中、じっくり味わえ。弱いの。うわよ！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 さすがにやりますね。ヒサメ、そろそろ引くぞ。時間をかけすぎた。まあいいでしょう。あいつら、よ！俺は火影になるまで絶対死なねえ。
す。やれやれ、素直にオロチマル様の腕を直してやれば、こんなに苦しまなくても済んだ。あとね、ナルト君、君はさっさと逃げた方がいい。ここでは君は場違いな、ただの可愛い下人なんだ。状況次第で諦めて逃げた方がいい。君はおかげになる男だ。あんなとこで逃げてたまるか。ガキは全てが簡単だと思って、だから諦めない。自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人形だ。そんなだから地に這いつくばることになるんだよ。戦闘開始。僕がこんなガキに。よ、私はこの葉隠れ五代目火影だ。この子だけは絶対に守る。ただのガキを命がけで守ろうとする。この葉隠れ里を守るためよ。里、このガキはいずれおかげになるガキだからね。されごと。ここからは私も命を懸ける。カブト、マンダを呼びなさい。はい。戦闘開始。ふっはっ。
だ方法がある。何だと？この必ず潰してあげる。その時また会えるといいかね。Right.